チェーザーレ・シゼギアノによって翻訳及びイラストされた、デ・アーカテクターの1521イタリア語版、ウィトルウィウスの現行1390年頃の要飛史、建築については、古代ローマのアーキテクタスであるウィトルウィウスによって、表された、アーカテクターについて書かれた銃の論文である、皇帝アウグストスに捧げられた。日本では、森田圭一の翻訳が、 ウィトルウィウス建築所として刊行されている。建築に関する古代の包括的な論文として唯一今日まで残るものである。ルネサンス以来、建築理論に関する最古の本、そして正当な古典建築に関する主要な資料とみなされてきた。それはギリシャとローマの建物、そして軍事キャンプ、都市、そして大小の建築と、 小さな構築物の計画と設計のための処方箋に関する様々な情報を含んでいる。ビトルウィウスはボールとドーム、コンクリート、その他のローマ建築に関連する革新的技術を記述しており、ローマの建築設計と技術に関する情報源となっている。ビトルウィウスはまた建築の比例との関わりで人体の理想的なプロポーションを論じている。これをもとに、 ルネサンス期のレオナルド・ダヴィンチによって、ウィトル・ウィウス的人体図が描かれた。成立年代は、紀元前33年から22年の間と考えられている。ウィトル・ウィウスは建築の三条件として強さ、要、美を挙げている。強さは、基礎が堅固で、十分な量の材料が注意深く選ばれている場合に、保たれ、要は使用上支障がなく、 具合よく配置されている場合に保たれ、美は外観が優雅であり、正しい比例を持っている場合に保たれるとした。十の書は次のように編成されている。デアーガテクター建築住所建築家に必要な知識、建築の要素、都市計画建築の起源建築材料神殿建築について、建築オーダー第三巻の続き都市建築について、劇場。 浴場を当住居について、国内の建物仕上げについて、床、壁水について、給水および水路日時計の作り方について、関連する科学機科学測定学天文学、日時計の歴史機械について、建築用のクレーン、水揚げ装置、水車、ポンプ、車輪、石弓法等備的原則は、第3巻で解説されました。これは、ラテン語の修辞学に、 部分的に由来しており、秩序、配置、割合、及び意図された目的への適合性に関する、ウィトルウィウスの用語は何、世紀にもわたって建築家を導いてきた。建築だけでなく、芸術、自然史及び技術についても、ギリシャとローマの両方について、多くのアンティーク作家の知識と見解を兼ね備えています。ィトルウィウスは、文章を通して多くの当局を引用し、 しばしばギリシャの建築家による神殿建築と建築オーダーの開発を称賛し、原始的な小屋での建築の起源の重要な説明を提供します。このローマの作家はまた建築家の資格と建築図面の種類についてもアドバイスしています。また、ローマが現在の地に建国したことについて都市の建設には最適であったと絶賛している。ローマの建築家は工学、 芸術、そして職人技の組み合わせで熟練していました。ウィトル・ウィウスが言及したのはこのタイプのものであり、事実はデアーカテクターに反映されています。建築方面について触れていると思った、多種多様な主題をカバーしました。これには、数学から天文学、気象学、そして医学まで、現代の目には無関係に見えるかもしれない多くの側面が含まれていました。 ローマの概念では、建築は人間とその周辺の肉体的、知的生活に関わるすべてを考慮に入れる必要がありました。したがって、ビトル・ウィウスは、建築に関する多くの理論的問題を扱います。例えば、デ・アーカテクター第2巻では、建築家がレンガを使って、ソクラテス以前の物質論をよく理解し、その材料が、 どのように振る舞うかを理解するように助言しています。本書第9巻は、プラトンの抽象的な幾何学を測量技師の日常の仕事に関連づけます。先生術は人間の生活の組織への洞察力のために引用されているが、天文学は人系の理解のために必要とされる。同様に、ビトルウィウスは発明のためにアレクサンドリアと、 アルキメデスのクテシビオス音楽でアリストクセノス、そして劇はアガサルス建築についてマルクス・テレンティウス・ウアロを挙げている。またウィトルウィウスはマウソロス・レイビオの彫刻家の中にプラクシテレスの名を挙げ、プリニウスと共にヘーラー神殿は建築家、ロイコスト・テオドロスがアルテミス神殿はクレタのケルシフロンとその息子、メタゲネスが設計を行ったとしているほか、 テオスのディオニウソス神殿の建築家がヘルモゲネスであると記した。ウィトルウィウスは建築各部の意味をギリシャ建築に由来するものとして解説している。ウィトルウィウスによるギリシャの家の計画ウィトルウィウスは建築の精神に取り組もうとし、質は作品自体の形式や技量ではなく芸術家の作品の社会的関連性にかかっていると宣言しました。おそらく で、アーカデクターからの最も有名な宣言は、建築家によって、現在でも引用されているものである、ウェルビルディングハス3コンディションズファームニスコモディティディライトうまく構築することは3つの条件を持つ、硬さ強さ、商品性実用性、そして喜び美しさ。この引用は、ヘンリー・ワットンの1624年版から引用したもので、 ウィトルウィウスの箇所を分かりやすく正確に訳したものです。しかしそれ以来、英語は特に、商品性という言葉に関して変わりました。タグは通常誤解されています。理想的な建物には3つの要素があり、丈夫で便利、そして美しいと、現代のワットンの英語の解釈は解釈しているかもしれません。The a r c h i t e c t i r e Claim 滑車などの光学構造に使用される様々な機械、並びにカタパルト、バリスタ、および包囲エンジンなどの戦闘用機械の説明はとても重要であるが、これらの機関をありふれたものとして扱っていることから、それらの発明はより古いと考えられる。この他には人形と水時計の製作、そして大気の動きの性質を実証するための実験としての、 アイオロスの玉の使用についても言及。水車や水車小屋については、西洋では初めて水車場について、工学的な記述を残している。オルガン水オルガンを、アレキサンドリアのヘロンと共に改良。この結果地中海地方に、水オルガンが普及していった。南フランスのポーンジュガールローマの水路ローマの、バリスタデアーカテクターのーノ、第8巻から10巻からは、 現存する一石の考古学的研究と合わせて、ローマの技術について多くを知ることができる。ポンデュガールなどが南フランスにあり、ローマ時代の技術の力の証がわかる。元帝国の至るところに、そのような巨大な建造物が数多くあります。ローマの水道工事についてのウィトル・ウィウスの説明は短いですが、特にそれらの調査方法、 および必要な材料の慎重な選択については、重要な詳細について述べています。デアーカテクターは、ローマの多くの水路を管理するために、西暦1世紀後半に任命された将軍、セクストスユリウス・フロンティヌスを助けたと推察でき、フロンティヌスは、1世紀のローマの水路に関する、決定的な論文であるデアックウェイなどを残し、違法なパイプを水路に差し込むことによって引き起こされる。 水の摂取と供給の間の食い違いを発見できた。ローマ帝国はフランスのバーベキューで少なくとも16ある水車のセットが示しているように水路は水力を開発するのに利用されていた。製粉所は非常に効率的な創業で穀物を粉砕でき、そして後のヒエラポリス製材所のような他の多くの製粉所が現在でも知られている。アルキメデスの水ネジの設計ウィトルウィウスは 飲料水を通すには、塩管より、糖管が好ましいと述べた。塩箔は有毒であることが知られており、ィトルウィウスは、当時の鉛職人の健康状態も観察していた。ィトルウィウスはアルキメデスについての有名な物語で、ある王室の王冠で偽造された菌の判別を、関連づけました。アルキメデスが、王冠の溶石が水浴で作られた変異によって、 正確に測定されることができると気づいたとき、彼は、幽霊化、の叫びで通りに走り出し、そしてその発見により彼は、王冠の密度を純金と比較することができた。彼は、王冠が銀と合金にされていたことを示し、王は参議院にあったことが分かったのである。このタスが、金属に作用して芸術に有用な顔料、例えば円白やビリジリスとなることについて著述している。 リオチンと鉱山の排水林名前でアルキメデスを言及しなかったがビトルウィウスは第10巻でアルキメデスのネジの構造を説明している。それは当時畑や水山を考えするために水を集めるために広く使われていた装置でした。でアーカテクターで言及されている他の持ち上がる機械はバケツの無限のチェーンと逆のオーバーシュートされた水車を備える。 水を持ち上げるために使用される水車の残骸は、スペインのリオティントやウェールズ西部の道路ーーコッティなどの古い鉱山で発見されています。ティントからの車輪の一つは現在大英博物館にあり、後車の一つは国立ウェールズ美術館にあります。これらの鉱山が近代採掘の開始で再び開発された時に遺跡が発見されました。各車輪は、 外縁に滑り止めを使用することによって、車輪の上部で装置を踏む交付によって作業されていた。はずで、鉱山でそのような機器を使っていたことは、それらが完全に活動の範囲のためのパワーを、開発する水車、稲ただ小麦を研ぐだけか多分材木で切り取る、潰れる鉱石を算出するためなど、設備を使っている可能性があったのを、はっきりと暗示している。ティント川で見つかった。 ドレナージホイールのシーケンスクテシビオスは、ウィトルウィウスが、機械の上に水筒を形成できるようにバルブ付きの、制度で作られていると説明した強制ポンプの、発明を評価しました。装置はまた、アレクサンドリアのヘロンのニューマッティカにも記述されている。この機械はレバーを上下に動かす際に手で操作される。彼はより平凡な仕様は、単純に消防としてかもしれないが、 貯水池の上に噴水を供給するために、その活用について研究した。なお一つは、イギリスのカレーアトレーバトムか、遺跡都市アトレーバトスで見つかり、そしてもう一つは、大英博物館で展示されています。その機能は説明されていませんが、ウィトルウィウスが示したように、両方ともブロンズ製です。ウィトルウィウスは、クテシビオス公案のいくつかのオートマトンについても、研究しており、 有用な機能を果たすのではなく、娯楽と楽しさを目的としています。ローマの別荘の床下にある、化学骨の跡、エクセドラの下の部分は覆われています。ヴィトルウィウスは、住民の生活環境を改善するため、建築設計における多くの革新時について説明。その中で最も重要なのは、火によって発生した熱風が、床下や、公衆浴場や、 別荘の壁の内側に導かれる一種の集中暖房であるハイポコーストの開発です。燃費が最大になるように建物を設計する方法について明確なしさを与えました。例えば、カルダリウムは、テピダリウムの隣にある、続いて、フリギダリウムなど。彼はまた、暖かい部屋の中の熱を制御するために一種の調節装置、円形の開口の下で、 屋根の中に設置されたブロンズディスクを使用することを勧めた。彼は自分ではそれを提案しなかったが、逆オーバーシュート水車のような脱水装置はおそらくディオクレティアヌスのカラカラ浴場やディオクレティアヌス浴場ようなより大きな温泉施設の上のヘッダータンクに水を持ち上げるためにより大きな浴場で使われたようである。調査の時にウィトルウィウスがよく行われたに違いないことは、 測量機器の説明で特に下げ振り水線を使うグローマ測量機器と好んで比較した水位、またはコロバテスの説明により示される。それらはすべての建設作業において特に水路工事において不可欠でありそこでは一様な勾配が水路の壁を影響することなく規則的な水の供給を提供するために重要であった。他にホドメーターや本質的には 道路沿いの距離を自動的に測定するための装置、ポイティングアーズのような、正確な予定を開発するために、不可欠な装置についても建設しました。デアーガテクターアーノ、第4巻1小節4では、アテネの都市とコアジア、現代トルコでの土地カリアなど13もの都市の説明があり、これらの都市は次の通り、エフェソス、ミレトス、ミウス、プリエネ、サモス、テオス、コロポン、 チースエリスレーガ、デアーカテクターにある。時計は、ワイヤーフレーム後ろの星で回転フィールドを用いて、ワイヤ枠組みと星の位置は、日の時間を示し、立体画法の投射を使っていた。3世紀に一番目から日付を書かれる同様な建築物は、そのござるツブルク及び、北東のフランスで発見された。従って、そのようなメカニズムで、 ローマ人の間でかなり普及していたと推定される。ウィトル・ウィウスの作品は、旧世紀諸島のカール大帝の宮殿の聖典に追っている多くのラテン語テキスト例の一つ。ウィトル・ウィウスの作品で残った原稿の多く、そこに書かれた既存の原稿は、ダイエ書館の原稿、ハーレイ2767から派生したものです。これらのテキストはただコピーがなされただけでなく、 歴史家研究以来、シャルル・マーニュ大帝の法典でも知られて、アインハルトの僧侶はいくつかの技術後の説明のためのアルキンを訪問し、イギリスの牧師にも尋ねられている。が、結構な人間がテキストを読んでいることが知られ、または、間接的に含め、ベシン、ラバヌス・マウルス・マグネンティウス、ライヒエナウのヘルマン、サン・ビクトルのフーゴー、メルッキーのジェルバース、 マームズベリーのウィリアム、テオドリックトロン、ペトラス・ディアコニス、アルベルトゥス、マグヌス、フィリッポ・ビラーニ、ジャンド、モントルイユ、ペトラルカ、ジョバンニ・ボッカッチョ、ジョバンニ・デ・ドンディ、ドメニコ・ディバンディの、ニッコロア・アッチャイ・オーリ・フィレンツェ、ヒルデ・ソハイムのベルン・ワード、そしてトマス・アクイナスらがそれに影響されています。1244年、ドバイの兄弟、ボーベノ・バンさんは、中世、 スペキュラムメイウスのすべての知識についての彼の対応の中で、デアーカテクターについて多数の研究をした。ウィトルウィウス的人体図、ウィトルウィウス・ウィトルウィウスによる、デアーカテクターの版の中の図。チェーザレ・シゼリアノのイラスト付きエディション、デアーカテクターの多くのコピーは、8から15世紀にかけて時代遅れになり、中世の間に手書きの形に存在し、 92は公的なコレクションにおいてまだ入手可能であるけれども、それらはことによるとウィトルウィウスにより使われた多くの特殊化、されたら天の機関の対価のため配慮をほとんど受け取らなかったようである。そしてテキストの部分を理解していることについて役立つと考えられるオリジナル10巻説明のほとんどは損失している。ウィトルウィウスの作は1414 14年にフィレンツェのヒューマニスト、 ポッチョ・ブラッチオ・リーニによって、スイスのサンクト・ガレン修道院で発見されました。古典的な文化的、科学的遺産への興味が復活したように、彼は、ルネサンス思想家の需要的な聴衆に原稿を宣伝しました。最初の印刷版は、インキュナブラ版で、1486年に、ベローナの学者フラ・ジョバンにスルピティウスによって、出版されましたが、図は示されませんでした。 ドミニカ共和国の修道士、ジョバンニジョコンドは1511年にベネツィアで規範画で描かれた最初のバージョンを制作しました。それには徹底的な哲学的アプローチと素晴らしいイラストを添付されていました。イタリア語への翻訳は1520年代までに流通していましたが、最初の印刷物は1521年にコモで印刷された建築家。 ドナトブラマンテのミラノ人の友人、チェザレ・チェザリアーノによる新しいイラストによる翻訳です。それは、他のヨーロッパの言語に急速に翻訳されました。最初のドイツ語版は1528年に出版されました。そして1547年には最初のフランス語版が続いた。スペインの最初の翻訳は、ミゲルデ・ラ・トジュアン・グラシウンによって1582年に出版されました。 最も権威があり、影響力のある版は、1673年に、ジャンバティスト・コルベールによって1664年に、依頼された、クロード・ペローによって1673年に、フランス語で公表されました。ジョン・シュートが1563年に、彼の著書、ザ・ガースト・アンド・チーフ・グラウンズ・フォー・アーキテクチャーのために、テキスト上に描いていたが、 最初の英訳は1692年に続いた。1692年の翻訳はフランス版クロードペローに基づく要約です。英語を話す人は1771年までの最初の5巻の全翻訳と1791年までの全てのことを待たなければなりませんでした。ウォットン教の1624年版エレメンツ・オブ・アーキテクチャーは 文字通りの翻訳よりも自由に改作されたものですが、1692年の翻訳ははるかに省略されています。印刷の芸術のおかげで、ウィトルウィウスの作品は非常に詳細で説明的なイラストで解釈学方面で人気のある主題となり、そして広く知られるようになりました。ウィトルウィウス的人体図、レオナルド・ダ・ヴィンチ本書の再発見は、ルネサンス期の建築家たちに、 大きな影響を与え、その後数世紀のうちに古典建築の復活を促した。ニッコロニッコリ、フィリッポブルネレスキ、レオンバッティスター・ールベルティラ、ルネサンスの建築家は、デアーカテクターで知識の分子を科学的分野まで高めると同時に、職人技能を強調することの理論的根拠を見出した。レオナルド・ダ・ヴィンチの最もよく知られている図面、ウィトル・ウィウス的人体図は、 ビトルビアと呼ばれて開発されたプロポーションの概念に基づいています。英国の建築家、イニゴー・ジョーンズとフランス人のサロモン・デ・コスは、ウィトルウィウスが建築の必要な要素、つまり数と割合に基づく芸術と科学を考慮した分野を再評価し、自らも実践した。16世紀の建築家アンドレイア・パッターディオは、ウィトルウィウスをその道のマスター及び、ガイドと考え、 彼自身の建築指針を思いする際に、ウィトルウィウス式に基づいていくつかの図面を作りました。ありがとうございます。